どうもこんにちは。即歌塾の久保です。え、令和新選組、そして山本太郎さんのね、動画をご覧の皆様、本当にコメントをたくさんいただきまして、私もね、非常に励まされるのと同時に、令和新選組が多くの人に支持されてるなってことを体感もしますし、それから逆にですね、 レア新選組に対して、やっぱりね、思わしくない考えをお持ちの方もいて、それはね、いろんな人の考えがあるっていうことで、全然構わないんですよね。で、私もね、そんなにね、レア新選組に最初から興味があったわけでも何でもないですから、ただ、知るっていうのは、やっぱ足るっていうのかな。 知ることによって自分の力量を知っていくこと、足りていくことっていうのがあるわけなんですよ。この話はちょっと長くなるので今回割愛しますけども、知るは足るにつながるっていうね、まあ、このキーワードにピンとくる方はね、ちょっと独自にまた考えを持っていただければと思いますが、まあ、あの今日の、ね、動画のテーマでいただいたコメントに対してお答えしようかと思うのは、令和新選組が実際に政権を取ってね、消費税を配信したりとか、それから様々な外交努力をする、そんな時代が来るのかな。 何年後に来るんだとレ新選組が10年後か20年後かどちらにしてもレい新選組が与党になることなんてありえないだろうとそのぐらい分かんないのかっていうことをコメントで書かれたこともありましてね、まあ、それは別に批判ではなくって確かになって思うところはあるんですよでも考えてみてほしいんですけどもレい新選組が与党になってほしいなというふうな思いの人が1億人になってもレい新選組与党になりませんかね まあ、つまり山本太郎さんがいつも言うように私たち一人一人がね、応援するのはもちろんそして同じ気持ちを持つ者と一緒になって盛り上がるのも別にいいだろうとでも大事なのは令和新選組に対して誤解してる人とかよく思ってない人に対して私たちはどう広げていくかどういうふうに横につなげていくかっていうことなんですよ、まあ、つまり令和新選組が政権を取るかどうかっていうのは令和新選組とか山本太郎さんのファンの人がね 自分の気持ちだけじゃなくて、周りの人の気持ちをどのように変えていくかってことなんじゃないですか消費税廃止、そんな無理だろうって思ってる人に対して、できるかもしれないっていうふうに思わせるようなことが、私たちができればいいわけなんですよ。それこそ今、令和の新選組のファンが何百万人いるのか分かりませんけども、一人が一人を変えていくと、単純に倍になるわけですよね。その繰り返ししかないわけですよ。非常に難しいかもしれないし、もしくは自分のね、苦手分野かもしれませんよ。気持ちを人に伝えるとか。 なんかその政治の話をするっていうのはねでもその難しいことに挑戦しない限りは今の生きるのすら難しい世の中は変わってこないってことですよね、まあ、そもそもれいわ新選組が政権を取らないとかね山本太郎総理が現れないっていうふうに決めつけるそして諦めるその先にあるのは何でしょうかまさに諦めたり決めつけたりする未来が来るだけですよ つまり本当に政権が変わらずに、今のまんま消費税がなくならずに、そればかりが15%になり19、19%になり25、25%になって、生きていくのも一部の人、まさに格差社会ではなくてね、格差社会に生き残った人が、まさに生命的にも生き残って、勝てなかった人はそのまんま死を選ぶみたいなね。そんなことになって日本民族はついていくんじゃないですか。まあでも日本民族がね、 あろうがなかろうが私たちは自分の人生その周りさえ何とかなればいいわけじゃないですかまあそういう風に割り切るんだったらそれでもいいでしょうでもなんかちょっと悔しいじゃないですか一時期は黄金時代を築いたあの戦後20年昭和20年代のね戦後の復興を生き抜いてきた世界一強くて賢く勤勉だった日本民族がいつの間にかね勝てる勝負しかしなくなったんですよ令和新選組を応援してても勝てそうにないから 勝てそうな政権に一票投じるかって自民党でしょで、どうせ政権変わんないんだからさっていうふうに自分に対し諦めの心を持っていくわけですよ。正当化するわけですよ。でも、こうも思えないですかね。ダメかもしれない。でも、やるしかないっていうふうな気持ちです。ダメかもしれないけどもやってみようみたいに。そんなこと思ったことってないですかダメかもしれないけども、あの子に告白してみようかなって。それは心が思うからじゃないですか。 当たって砕けろって言葉もも、ありますけども砕けど砕たくはないんですけどもできれば掴みたい夢とかあるわけじゃないですか目標とかねダメかもしれないですよでも手に入れられるものとか確実なものにしか手を伸ばさなくなったらどうなるんですか私たちはまさに夢や希望ってのはなくなるわけですよ夢や希望はもしかして頑張って向かっていったけども叶わないかもしれないってことを覚悟して向かうもんだと思うんですよ 100に1つ、1000に1つ、それこそ万に1つの可能性に対して、その1をしっかりと見つめて進む姿が希望なんじゃないですかね。もう確実に手に入るようなね、月末になったら給料が入ってくるわ、もうこれ以上はしなくてもいいんだと。何、副業企業そんなことしてさ、頑張った結果、何もならなかったらどうすんのみたいなことを感じてね、挑戦することをやめてしまう。もう確実に勝てる相手たちが戦わなくなる。まあ言ってみれば今の立憲民主党じゃないですか。 どうせこの法案反対しても通っちゃうから形だけ反対しとこうかなみたいなとこでしょそれに対して山本太郎さんがダイブをしたわけでしょダイブをしたところであの決まった採決変わんないですよ。そんなこと100も承知ですよ。100も承知だけどもでもやらざるを得ないじゃないですか。どんなことでも。ダメかもしれないけどもやってみるしかないじゃないですか。ね、こんな話聞いたことがないですかある人がね、無実の罪で捕らえられて処刑台に登りました。 お前最後に言い残すことはないのかって言われて、俺は無実だって言って縛り首ぐっとね、最後、絶命するっていう話ですよ。最後まで心の抵抗をね、なくしちゃいけないかなと。まさに自分の心を偽ってね、諦めを前提にして生きるなんてもうそれは、そんなもんは人生じゃないですよ。勝てないかもしれないけども、私も立ち向かっていきますよ。50歳過ぎてね、自分のことで恐縮ですけど、50歳過ぎですよ、私も。 格闘技の経験ないですよでも1回でいいからいや1回じゃ済まないかもしれないけども公式戦でボクシング格闘技をしてみたかったんですよだから50歳から格闘技の練習を始めて10月1日エクストリームワンの試合に申し込みますよもしかしたら門前払い食らうかもしれないし運よく試合に出れたとしても対戦相手は百戦錬磨ですよ私みたいなねポットではいないわけですよぶちのめされて蹴り殺されるかもしれないですよでも できるチャンスがあるのに勝ち目がないなと思って最初から辞めてしまうんだったらやってみたいという気持ち自分の心の中から出てくる気持ちこれを偽ることになりますよねそれは誰の人生なんですかねやっても無駄だから辞めておけよっていう言葉に屈してしまうんだったらもう自分の人生じゃないですよそんなもんはその他ね私は40過ぎて10年前ですけども 多額の借金か変えてました。まあ、後ほど計算すると3,500万あったらしいんですけども、この3,500万の借金を返そうと思うと、70代とか80代まで、まあ、コツコツ返すしかないっていう道、それを受け入れるかどうかなんですよ。でも当時、なんかね、そのネオヒルズみたいなのがね、テレビで出てきて、インターネットビジネス、いわゆる今で言うとアフィリエイトなんですけども、アフィリエイトで1億、2億が稼げるよっていうのを真に受けて、ダメかもしれないけども、パソコンなんてやったことないけども、でも、 手を伸ばしてみるか挑戦してダメだったらそれはそれで一つの自分のやってダメだったっていうね、えー、挑戦の記録になるなと思ったんでやってみたんですよやってみれば1億ってのは稼げるわけですよ不思議ですよねそして未だに私は YouTube やってるんですよね当時お金を稼ぐために始めた YouTube なんですけども今はお金を稼ぐためじゃなくて人の気持ちを動かせるかもしれないっていうふうなおせっかい心ですよねで私の動画を見てね令和新選組のファンになった方もいるかもしれませんし山本郎さんについて 新しい考え方を持った人もいるかもしれない。もうそれを信じてやるしかないですよ。まあ私はね、人の気持ちを無理やり変えようと思いませんけども、私が変わったってことを見て聞いて、自分も変われるかもしれないと。なるほど、勝てないかもしれないけども、やってみようかなっていうふうに、気持ちが動く人が一人でも出たら私の勝ちですよ。それは、世界中の人を変えることはできなかったけども、一人の人を変えたかもしれないからなんですよね。だからこれからも YouTube を続けていきます。 私はあのお金のことに関しましては自分の先入観7080まで返済するしかないかなっていう気持ちから今はそうじゃなくって新しい形のビジネスっていうのをやればなんとかなるんだろうなっていうふうに気持ちが変わりましたで私は速下塾を始めて同じように私と同じように希望を見いだしてね自分の気持ちをダメかもしれないけどやってみようかなっていうふうに考えて速下塾で頑張った方先日もねうつ病で寝たきりの方が ついにね、月収で120万突破しましたっていう風にね、嬉しい報告をいただいて、その方と対談もしましたよ。皆さんに公開もしましたよ。そういうことが起きてくるんですよ。久保さんがやってるんだったら、自分もちょっとやってみようかなっていうふうに思っただけで私の勝ちですよも、もね。最初から無理だと思って、もう勝てる勝負しかしなくなっちゃった時に、もう私たちはもう日本人として、もう終わってしまってんではないかなと思いますよね。まあ、ことさらに日本人っていうのもね、なんかこう、 宗教っぽくてね気持ち悪いかもしれませんけどもあえて言わしてもらいますよ、うん、もうそんなのは日本人じゃないですよ、うん、屈するべきでないものに屈してはならないですよねそれこそ別にアメリカ政府とか CIA に立ち向かっていけってわけじゃないじゃないですか自分の心から出てくる思いをそのまま表現しましょうってただこれだけのことですからねだったら令和新選組いいこと言ってるなと思ったらそれを素直に表現することって難しいですかね後ろめたいですかね恥ずかしいことなんですかね 自分の信じてる人、自分の信じてる政治体制、まあ、そこまでいかなくても、消費税がなくなったらいいな、これを言うことっておかしいですかねいや私はね、45歳で、やっと結婚しましたよ。なぜなら、相手に求める条件が結構ね、シビアだったからでしょうね、身の程してたのにも。私はやっぱりね、若い女の子、自分好みのね、女の子と結婚したかったんで、当時22歳、3歳の、 方にねあの結婚申しし込みましたよだめ <laughs> かもしれないけども行ってみるかとまあ案外 OK でしたけどもねで今でも一緒に暮らしてくれてます子供もできましたしねこれって最初から自分から諦めてたらダメなことじゃないですかうんまあ身の程知らずかもしれないけどもやってみるってことって非常に大事じゃないかなと山本太郎さんもね消費税廃止って言って23年で達成するなんて思ってなかったわけですよ10年かもしれない20年かもしれない人生を捧げて 何にももならななかかったかもしれないでも心から湧き上がるねその誰かを救いたいって気持ち芸能界を金繰り捨て,てまでやる価値があると思ったわけでしょやらざるを得ないと思ったわけでしょ自分だけ生き残りゃいいやって思えなかったわけですよまさに大和魂じゃないですか自分の命を投げ打っててもこの国が自分の故郷が1分でも1秒でも長生きするんだったら自分は特攻機に乗って突っ込んでいくことそれは誰かのね命令かもしれない指示かもしれないバカばしいかもしれない 誰かかのの策略にはまったのかもしれない。でも他にやりようがないじゃないかなってことで特攻機に乗ってくれたんじゃないですか桜花に乗ってくれたんじゃないですか伏流を何とかしようと思ったりとかね回転を自分の棺桶に決めてくれたんじゃないですかね別にそれに習えというわけではないですけども命までかけないまでもねなんかちょっと人に言うとかね思いをこう言葉にするとか行動にするとかってそんな難しくないんですよ 生涯にたった1枚自分の信じる政党ねそのポスターを貼ったそれだけでも大きな前進だと思うんですよ、うん、まあだらだらとね長いこと言いましたけども何でなんですかねあの勝てる勝負しかしたくないのは分かりますけども、まあ、私も今はね何点か自分の挑戦してきたこととか成し遂げたことをお話ししましたけどももちろん目指して駄目だったこと そんなことは山ほどありますよどっちかっていうと目指してダメだったことの方が大半ですよでもそれはやる前からダメかもしれないけどもやらずに死ねるかっていう気持ちでやったわけなんですよねでそれが今日今現在の私のアイデンティティとしてもしかしたらアンチコメント来るかもしれないもしかしたら収益が剥奪されるかもしれないもしかしたら今までのファンが離れるかもしれないでも令和新選組山本忠さんのことをこうやって表現せざるを得ないんですよ それは取りも直さず山本太郎さんに魅力があるのももちろんですけども私が心から思っていたことと山本太郎さんの考えが一致してる点が多いからだからなんですよね消費税廃止いいじゃないですか廃止してくださいよそしたらね山本太郎さんがそれをずっと訴えかけてるわけでしょいや俺もそれ言いたかったんですよと私は表現する勇気も知名度もなかったけどもこの際心が同じ 方向を向いていいてててる山本原さんに乗っっからてもらしもますっていうのがね私のこの YouTube チャンネルの最近の趣旨になってますね大いに乗っからしてもらいますそれによって消費税で苦しめられている人現在の支配体制に苦しんでいる人が一人でも解放されるなら解放されなくてももしかしたらそうなるかもっていう風に明るい未来を抱いてね首をくくろうと思ったそのロープを緩めてくれるんだったら全然お釣り来るじゃないですか今日はそんな気持ちでね お話してみましてままた令和新組が政権を取るかかかどうかこれは分かりません私たちの活動次第ですよ。でも、令和新選組という政党がある限りは、可能性はゼロじゃなくなりましたよ。山本太郎さんという人が自分からこの令和新選組や消費税ゼロを投げ打たない限りは、諦めない限りは、可能性は常にね、存在するんですよ。少なくとも令和新選組が生まれる前はゼロだったものが、今はゼロではない、大きな進歩じゃないですか。今までこのゼロから1が 誰もできなかったわけですからね。さあ、じゃあ今日の動画更新もちょっといろいろとね、探していきたいなと思います。ここまでご覧いただきまして、ありがとうございました。頑張っていこうぜ。